の周りで、近くにはいないんですけれども、関わっているお友達、大事なお友達とかで、今体調を崩している方がすごく多いので、皆さんに安心のエネルギーをお送りしたいと思います。この大自然の素晴らしい愛のエネルギーをあなたにお届けします。元気なパワーが届きましたよ。届きましたように。なんかおかしいな。あなたが元気でありますように、あなたの内側から、きちんと外側の自然とつながって、遮断されてるわけではないので、きちんとみんなつながっていることを思い出して、思い出したら、エネルギーいっぱいもらえますんで、遠慮せずにもらって、私はこの体だけみたいな、こんな感じで思っているとエネルギー入ってこないんで、私はいつでもつながってるって思うと、この豊かな自然といつでもつながってエネルギーいただけますんで、そしてちょっと見えづらいですけど、お空もいつでもつながれますので、それを忘れないようにしていると大丈夫です。まあこれは私にも言い聞かせてるんですけども、どうしても部屋の中にこもっていると、私だけ、この部屋だけみたいな感じに思っちゃうんですけども、いつでもこの大きな宇宙とつながっているので、心を開きさえすれば、いつでもエネルギーはもらえるというか、もともとつながっているので、それを思い出すだけでいいです。大丈夫です。ではまた歌ったり動画撮ったりします。いつも見てくださってありがとうございます。よかったらチャンネル登録してくださると嬉しいです。何か感じてくださったらコメントいただけると嬉しいです。清香の活動については下の詳細欄のリンクツリーから、いろいろ見ていただけるので、ぜひ興味のあるところ覗いてみてください。ありがとうございます。 Thank you for watching. This is 清香88 from Japan. See you soon. Love you.
for watching. This is Kiyoka 88 from Japan. If you like my singing, if you like my videos, please subscribe my YouTube and leave me some comments if you felt something about my